皆さんこんにちは。今日は宮城県大崎市鳴子の鬼神戸にある吹上高原キャンプ場に来ています。すごく広いです。全面芝生で車の乗り入れが自由です。フリーサイトです。まず一通りご覧ください。キャンプ場の入り口にある温泉です。単純泉で全然臭くはありません。大人600円です。スノーピークの会員だと350円で入ることができます。また1日券もあります。ここはレストハウスです。食事もできるし地ビールも売ってます。ここはキャンプ場に入ってすぐ左手にあるキャンプサイトです。全面車乗り入れ可です。ここだけでかなり広いです。ここは全面芝生で車の乗り入れ自由です。フリーサイトです。ロケーションも最高です。今見えているのは温泉の露天風呂です。トイレですね。炊事場です。トイレですね。普通に綺麗です。キャンプ場には1か所だけウォシュレットのトイレがあります。とにかく広いです。一段低くなったところにまた違ったフリーサイトがあります。ここはペット可ですね。広いです。このエリアちょっと水はけ悪いようです。館のエリアです。まあ、ペットも大丈夫ですね。こんな感じのスペースがしばらく続きます。とにかく広いです。広すぎます。こんな感じですね。広いですよね。西側にはカムロ岳を抱く山並みが見えて、ロケーションも開けててとても気持ちいいです。また敷地内には温泉、売店、レストハウスも揃っており、とても過ごしやすいキャンプ場となっています。しかも料金は安いです。ということで、
東北だけではなく関東甲信越のキャンパーさんも皆さん来られます。休日ともなるとかなりの賑わいを見せます。また連休ともなると天候次第ではこの広いサイトは全面タープとテントで埋まります。その合間を生ビールを売る軽トラが走り回るというすごい光景になります。ここは一切予約を取っていないので連休とかは早めのチェックインをお勧めします。さてこのようにとてもいいキャンプ場なんですが一つだけウィークポイントがあります。私も気に入ってここ20年くらいはよく利用していますけれども何度も泣かされました。それは何かというと風です。吹上高原キャンプ場という名称からも分かる通りそれぞれ地名には由来があり風が吹き上げる高原ということから吹上高原と呼ばれるようになったんでしょうね。ということで風が強いのは当たり前なんですよね。当然穏やかに過ごせる時もあります。一方とんでもない風が吹きまくる時も少なくありません。風向きもそれぞれで時によっては巻くように吹き荒れます。シーズンの早いうちは東風が強い時もありますが何といっても西風がものすごい吹き方をする時があります。強烈です。びっくりします。テントやタープのポールが西風により簡単に曲がってしまいます。またタープが裂けてしまったりとこの吹上高原キャンプ場の西風の洗礼を受けた方は少なくないのではないでしょうか。私も例外ではありません。コールマンのタープは2回飛ばされました。モンベルのビッグタープはちぎれました。スノーピークのアメドは5箇所くらい曲がりました。昨年9月友達とキャンプした時には初張りの友達のタープが裂けました。ついでに言うと私は昨年手抜きキャンプ用にネイチャーハイクのハイバイ3を買ったのですが初張りで風に煽られてポールが裂けました。場所はちょうどこの山並みの反対側にある山形県のキャンプ場での悲しい出来事です。とこのようにこのキャンプ場には魔物がいます。ということで皆さんお気に入りの大切なテントやタープまたはグッズがめちゃくちゃにならないように西風の洗礼を多少受けづらい設営場所を紹介したいと思います。楽しい思い出を作って帰るのか肩を落として帰るのかこれは大きな分かれ道になりますよね。よかったら参考にしてみてください。ここが正面にある炊事場ですよね。西風を避けるにはやはりこの正面の木立に沿って設営するといいと思います。かなり西風を遮ることができるんじゃないかなと思います。いつも私はこの辺に張ってます。あとはこの西の一番どん詰まりのところでしょうね。こっちにもトイレと炊事場はあります。この辺だったら随分西風遮ることができると思います。ちなみにこれ栗の木です。9月の末だと栗拾いできます。これとこれですね。一番西の端にある炊事場になります。かまどもあります。まあ普通に綺麗です。それでここのキャンプ場トイレは全部綺麗なんですけど真夜中にここのトイレに来るのはちょっと勇気いりますね。この一段低くなったエリアも西風避けることできると思います。この開けた方じゃなくてこの木立に沿って張れば随分違うんじゃないかと思います。あとはこのレストハウスの影も西風避けられると思います。この辺ですね。ロケーションはちょっといまいちですけど
こんな感じですね。すぐそこにトイレあります。今お客さん一人いますけど、その後ろ手にトイレと炊事場あります。はい、戻ってきました。今日はこんな感じですね。夜は焼肉して食べます。一人なのに無駄にスペース広いです。なんとなくイメージできたでしょうか。ロケーションが悪くなってしまいますけど、安全第一ですよね。いい思い出を作って帰るにはこの辺に設営した方が良さそうです。それともロケーションを優先してデンジャラスゾーンに設営するのか、それは皆さんが決めることですよね。それと最後にクマとお化けと雷の話ですね。私は20年くらい利用していますが、キャンプ場敷地内でクマが出たことは1回もありません。ただ2、3年前に一度だけ東側の端っこに出たみたいです。ただすぐに猟友会で殺処分したそうです。次にお化けですが、ここ数年ブームでいつ来てもキャンプ場は賑わっています。でも 5,6 年前くらいだと、平日はこの広いキャンプ場が貸し切りの時が少なくありませんでした。私のメインの目的はフライフィッシングなので、ぼっちキャンプの時が結構多かったですね。それでお化けが出たことは一度もありません。なのでお化けの嫌いな方でも安心して利用できるキャンプ場です。まあ私も嫌いですけどね。捨て猫がたまに出るくらいですね。あとは穴熊ぐらいですね。次に雷です。天候によって危ない時は当然あるでしょうね。ただ1時間も2時間も近くに雷が落ちまくるということは吹上高原ではありませんね。よほどタイミングが悪くなければ大丈夫です。ついでに言いますが、私は昨年この西側の山並みの南側にある最上町のオラダの川公園キャンプ場で6月5日キャンプしました。そのキャンプ場は無料で、歩って行けるところに温泉があったりと、フライフィッシングの拠点でよく使っていました。その日は日中は天気が良く、落雷注意報が出ていましたが、その気配は全くなかったです。予報が外れたと思い、夕食のバーベキューを食べていました。すると7時を回った頃から急に新庄方面で落雷が始まりました。15分か20分あっという間に最上町がメインで落雷が始まりました。2時間以上半径5キロ圏内に200回から300回雷が落ちまくりました。すぐそばにも20発以上落ちました。一番近いのは 100m 離れた電柱に落ち、火花が散っていました。とんでもない状況で、とてもテントの前室で過ごせず、1時間半ぐらい車の中で過ごしました。前室の跳ね上げたシートには雨水がたっぷり溜まってしまい、やがて耐えきれず天狗が抜けてしまいました。肉を乗せたままの鹿番長のかまどの上に雨水をぶちまけました。椅子もテーブルもすべてずぶ濡れです。この時もすぐそばに雷が落ちまくっていたので、私は車の中からその様を眺めることしかできませんでした。本当にビビりました。10時半を回ってすっかり雷が落ち着いたので、もう焼肉は諦めて札幌一番塩ラーメンで寄せ鍋を作って、それをあてに飲み直しました。というように、吹上は結構雷が鳴っていても、山並みを越えて雷が北上して来づらいようです。しかし山形県の最上地区は天候状況によっては雷がものすごいです。皆さんもし行かれる際は天気には十分注意して行ってください。ということで、他のキャンプ場の話も少しおまけがつきましたが、吹上高原キャンプ場の西風対策については以上となります。もし西風の洗礼を受けたことがなかったとすると、それはあなたの日頃の行いがいいからだと思います。ラッキーなんですよね。でも注意するに越したことはありませんよね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。